革命的共産主義者同盟は、かつて存在した、フランスのトローツキスト政党。フランス政界においては、極左政党に分類される。国際的なトローツキスト運動の一潮流である第4インターナショナル統一初期極派のフランス支部でもあり、最大勢力。統一戦線の形成と、大衆運動に力量を割く運動スタイルに特徴がある。2000年代には、 反信自由主義、反グローバリズムを強く打ち出し、トロツキスト政党であることから脱却した、反資本主義を一致点とする大衆政党の建設を掲げ、2009年2月5日に解散総会を開催して、社会党や共産党、労働者の闘争などの諸党派から離脱したグループや、個人、それまで非党派であった労働運動や、 市民運動の活動家を急合した反、資本主義浸党に移行した。ソ連共産党内のヨシフ・スターリン派と、レフトロツキー派の対立とトロツキー派の追放を背景に、フランス共産党でも追放された左翼反対派が、1930年に共産主義者同盟を結成する。共産主義者同盟は1933年にトロツキーが提案した加入戦術を、 フランス社会党に対して実行し、ボルシェビキレーニン主義グループの形成から、青年組織として、革命的社会主義青年同盟を結成する。この時期のフランストロツキストは、スターリンの提唱した社会ファシズム論によって、ファシズムの脅威よりも社会党への打撃を優先する、フランス共産党を批判して、反ファシズム労働者統一宣誓を呼びかけた。しかし、 加入戦術の是非をめぐって共産主義者同盟は分裂1944年に国際主義共産党として再統一される。フランス・トロツキストはナチ占領下において独自のレジスタンス活動を展開したがナチスの他にフランス共産党の武装勢力に襲撃され暗殺されることもあった。戦後50年代に再び加入戦術が提起され、 1952年に加入戦術に反対するランベル派が国際主義共産党から脱退。PCI はフランス共産党の青年組織である共産主義学生連合に加入戦術を行い革命的共産主義青年が形成される。JCR はとりわけ68年パリ5月革命におけるバリケード街頭戦において組織的に戦闘に立つ。 ことでなおはせ、JCR 指導者のアラン・クリビンヌとピエール・ルッセは指名手配された。この5月革命における役割によって、PCI と JCR は1969年6月にフランス政府より解散命令を受ける。JCR と PCI は正式に合同する形で共産主義者同盟が結成され、同年アラン・クリビンヌは LC の候補として、 フランス大統領選挙に立候補した。1973年6月21日、労働者のストライキや左派勢力への襲撃を繰り返してきたファシスト組織、オルドル・ヌーボー、オルドル・ヌーボーの政治集会に対して、LC はヘルメット、鉄パイプ、チェーン、火炎瓶などで武装して大規模な武装襲撃を展開した。集会会場に対して、 直接攻撃する大部隊の他に5人一組のグループをパリの各所に配置して集会に向かうオルドル・ヌーボーの活動家を襲撃するなど大乱闘を繰り広げた。この反ファシスト闘争によって LC は同年6月にオルドル・ヌーボーと共に再び当局より組織解散を命じられる。この組織解散命令に対しては LC を トロツキスト挑発者と避難してきたフランス共産党や共産党影響下のローソナショナルセンターの CGT、フランス社会党、ジャンポール・サルトルなどが一致して抗議行動を行ったと演説して、喝采を浴びた。LC は、形式上解散、即座に革命的共産主義者戦線を結成し、1974年に、再びアラン・クリビングを大統領候補に擁立する。 1974年5月には、軍服を着ていても君はやはり労働者だ。をスローガンに徴兵された兵士たちの一連の社会的、民主的要求を取り上げた、100人のアピールを兵舎内で配布、たちまち数千人の兵士たちの賛同署名を集めた。間もなく、何十もの兵士委員会が組織され、兵士たちの軍服デモを組織する。FCR は、 1974年12月に革命的共産主義者同盟に改組された。LCR は70年代、ラルザックな東軍事基地拡張反対運動に取り分け、力を注いだ。政府の民営化政策に反対する LCR のデモ隊列。LCR は1999年6月に行われた欧州議会選挙で、労働者の闘争と選挙ブロックを組んで5名を、 当選させ、LCR からは、アラン・クリビンヌと、ロズリーヌ・バシェッタが選ばれた。LCR は2000年代に入って、新自由主義反対を強く打ち出し、新自由主義への反対を一致点にした、反資本主義左翼統一戦線の形成を、訴えるようになる。大衆運動においては、郵便、国鉄、電信分野の労働組合運動や、失業者運動などに、 一定の影響力を持ち、また、反グローバリゼーション運動へ意識的に参画し、アッテックなどの市民団体にも一定の影響力を有した。LCR 独自の運動としての、反ミデフ民営化反対キャンペーンにも力を注いだ。LCR は2002年、フランス大統領選挙において、当時27歳の郵便局員で、労組活動家だったオリビエ・ブザンスの 公認候補に擁立し、初めてフランス共産党の候補を上回る4.24%の得票を獲得した。18から24歳までの青年層の間では、ブザンスの候補の得票率は16人の大統領、候補中、シラクの15.7%に次ぐ、第2位の13.9%で、左翼諸政党の中では、第1位であった。大統領選は、 極運の国民戦線のジャンマリー・ルペンとジャック・シラクの決戦投票となり、LCR は今日はハン・ルペンの投票を、明日からハン・シラクを戦おう、という立場からハン・ルペンの投票と、反極イコールハン・ファシズム大規模該当行動を呼びかけた。第一次投票直後からルペンに反対する大規模な該当デモが高校生の無届けデモを皮切りに、フランス各地で起こっており、 フランス全土で延べ200万人が参加した。LCR はこれらのデモに積極的に関与し、この大統領選挙運動と反極右外投行動の過程で、LCR は新たに2000名以上の新規加入者を獲得した。2005年、LCR は EU 憲法批准の是非を問う国民投票に際して、反新自由主義の立場から批准に反対する運動に、 人力、社会党の多数派が、批准賛成、共産党が、批准反対を打ち出しつつも90年代のジャック・シラク、大統領と社会党と、第三次捕獲共存時代に、同党の下層運輸省が民営化を推進した経緯から、EU 憲法批准反対の運動そのものには、消極的だったこともあって、政党勢力としては、LCR は、批准反対運動を主導する立場に、 立ち悲惨反対派の勝利に貢献した。オリビエ・ブザンスのお金衛この EU 憲法批准に反対し勝利した反新自由主義、サハグループは5月29日全国共同体を形成して2007年フランス大統領選挙を睨んでサハ統一候補を擁立する議論を行い、全国共同体は投票で共産党の初期長マリー・ジョルジュ・ビュフェを選出した。 しかし、LCR は、共産党の組織力を背景にした、多数派工作による選出と反発した。この混乱を背景に、当初から、名前が挙がっていた、酪農家で、LCR と多くの現場で、反グローバリゼーション運動を共にした、社会運動家のジョゼ・ボベは早々と議論から降りてしまう。しかし、大統領選の左派候補の乱立状況に、 危機感を抱いたグループによって、女性ボベは、左派の統一候補者になれるし、なるべきだ。というインターネット上の署名運動が2007年、初頭から開始され、ボベは、この署名の結果を受けて2007年2月1日に、同年5月に投票が行われる、大統領選挙への立候補を表明した。ボベ陣営は、立候補にあたって、自らを、 サハの乱立を解決する候補イコールサハ統一候補とみなして2007年フランス大統領選挙においてもオリビエ・ブザンスノーを擁立している LCR に同候補を下ろして一致してボベを押すことを要請するが LCR 多数派はボベは5月29日全国共同体での議論において新自由主義に妥協的な社会党と共産党に曖昧な態度をとって自ら議論を降りた インターネットの署名がその議論にとって変わることはできないとボベ陣営の要請を一周した。しかし、LCR 反主流派の一部のグループは左翼統一候補を擁立できなかった。全責任は共産党と LCR にある。この両党は自陣営さえ完全に固めることができていないとして、ブザンスノーではなくボベを支援した。また、フランス共産党の一部左派活動家は、 共産党を離脱して、LCR に加盟して、ブザンスノーの選挙運動に加わるという動きもあった。大統領選に二度目の挑戦となるブザンスノーは、ナンバーズ・バイズ・バレント、プラスクルーはプロフィッツ、僕たちの人生は彼らの収益よりも価値がある。を、キャッチコピーに、政策公約に、富の再分配フランスの企業収益と、労働賃金は全て国庫に一度収められ、 その後前共和国民に平等に再配分されるシステムの確立を最大の柱に大企業のレイオフの禁止などを掲げた。また映画監督権ローチはブザンスノーを推薦するメッセージを送った。ブザンスノーは演説の巧みさでテレビメディアへの露出も多く青年層に一定の人気を博し、前回大統領選における 極右政党国民戦線のジャンマリー・ルペン候補が決戦投票に進出した衝撃から左の左支持層が勝てる候補に投票するという傾向を示すという逆風の中で約150万票を獲得し左の左の候補の中でも共産党のビュッフェ、労働者の闘争のラギエ、ボベを抜いて12人の候補者中5位につけた。得票率は若干の減少。 得票数は前回より約30万票を上乗せしている。LCR は第一次投票の結果が出た直後にロワイヤルと右派のニコラサルコジの対決となった決戦投票において反右翼の立場からロワイヤルへの投票を呼びかけ2007年命令を反サルコジ闘争と位置づけて該当デモを展開した。LCR は トロツキスト政党を脱却した社会党と肩を並べうる反資本主義を結集軸とした大衆的な新政党結成の意向を示し、2008年1月開催の同盟大会で同盟員の審を問い、新しい反資本主義の大衆政党建設の提案を大議員の81.2%の賛成で採択した。2008年11月8、9日に、 LCR の主導で作られている反資本主義神道が第2回全国委員会をもって組織形態、名称などについて議論を行った。同会議では反資本主義神道は現在400以上の地域や3別部門委員会が組織されており1万人余りが参加。うち LCR は約3500人であると報告された。LCR は 反資本主義新党の創立総会に先立ち、来年1月29日の解散総会をもって、新党に移行することを組織決定した。2009年1月29日に刊行された、サルコジ政権の経済政策などに反対して250万人以上が参加したゼネスト闘争によって、予定より1週間遅らせて2月5日に、LCR は解散総会を開いて、 正式に解散。翌6日から、結成総会が開催された反資本主義新党に、完全に移行した。NPA は、旧、LCR の他に、社会党やフランス共産党、労働者の闘争などの諸党派から離脱したグループや、個人、それまで非党派であった、労働運動や市民運動の活動家を急合した形で結成され、 創立総会では9123人の党員で結成されたことが報告された。ありがとうございます。